あと巻いてファー狙うのもそれうまいですもんね、はい、ボックスの外だけどもまず打っておきたいですよね、はい、最終的に相手の前入れてるんですよね、がちょっとなかったですよね、実際はされてないですよね、カバー行ったんで一瞬空いたんですよね、始まってるんですよね、はい、もう決定的でしたよね、ああいうふうにはならないですよね。逆まで抜けましたよね、難しいですよね、体張ってますもんね、よくブロックしましたよね、ボックスまで入ってますもんね、面白いですよね、はい、完全に崩しましたよね、出ないですよね、相当入ったわけではあまりないんですよね、はい、だからポイントポイントで正確なプレーできる余裕がちょっと今、リバプールの中盤から最終ラインの守備には出てましたよね。